おやお久しぶりですね。相変わらず愛想がありませんよ。まいいでしょう。あれの調査は進んでいますか？まだ手に入るには至っていない。はい、あなたには情報を提供しているんですよ。これで見つけられないような役立たずさんはお仕置きが必要になりますね。うひゃ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 。わかっている。お願いしますよ。我々にはどうしても必要なのです、あれがね。第5章、取り戻せ古代の秘宝ドラゴンハート。なんかドラゴンが出てきそうだね。はい、やっぱラスボスはビネガーなんですかね。困りました。あー困りました。ぐにゅぬ、まさかこのようなことが。ちょっと呼びつけたなら説明してください。おお、そういえば呼んでおった。実はな、メローラ姫がさらわれたのじゃ。あ、それはちょっと一大事だね。今度は誘拐か。警備がざるすぎるぞい。兵士たちも油断したのじゃ。なぜなら犯人はチャップなのじゃ。そんなまさかな。いくらチャップとはいえ、あーでも否定しきれない。ですから。本当です、間違いありません。まさか連帯責任とかで罪に問われるとかないわよね。なぬ、わしは関係ないぞい。チャップが今どこにいるかわかりますか？城下町の住民から寄せられた目撃情報によりますと、彼らはミネストフォレストの奥に向かったそうです。お前たちにはチャップを捕まえてきてほしい。そのためにもこのライセンスを渡しておこう。本来ならばお主にはまだ早いかもしれんのが。いや構わん、メローラのためじゃ。お、スナック永久ライセンス。これもしかして妖怪ウォッチのさ、妖怪ウォッチのランクが上がるみたいな感じなのかな。永久ライセンスの次はじゃあ S 級があるじゃん。お供スナック3体ポケットスナック6体。うん、全然お供スナック増えていかないけど、永久ライセンス、すごくない？クエストに持っていけるスナックの数が増えるんじゃな。ありがとうございます。やった。うん、遠慮はいらん、必ずや役に立つはずじゃ。では頼んだぞ。どうかメローラのことを頼んだぞ。うん、でもあれだな、そしたら敵ボスも結構強くなるってことだよね。すぐあのバカの首根っこをつかんで連れてきます。ねえねえ、ミララあんたも手伝ってね。行くぞ。またここか、無限樹海ミネストフォレスト。さあ行きますか。あ、今回マヨネがついてくんだね。アカネちゃんかな。とっとと捕まえて王様に気を渡しちゃいましょう。いや仲間なんだからさ、ちょっとかばうとかないのかな、そういうの。さあじゃら、ずっとこれで戦ってるな。なんか強いのが手に入んないんだよね、なかなか。はあ、よしじゃあ進んでいきますか。謎の扉発見。今回は何だろう。バトル部屋、すべてのモンスターを倒せ。これ初めてだな。うわ、なんかすごい可愛いの出てきた。あ、しかも弱かったし。よっしゃー、あと一匹残ってる。テントウムシ。あ、まだまだいるか。ほい、よっしゃー、やっつけたー。さあ次行こう。いらっしゃいませ。
この先にチャップがいるのかな。本当にいた。しかもボスバトルだし。うわ、あんま強くない。この野郎。ペペロンもいるね。おっしゃー、やっつけたー。ほい。おっしゃー。ちょっとレベル上げすぎたかな。いきなり何するんだよ。チャップさん、諦めるでごわす。チャップ、メローラをどこへやったのだ。俺はメローラ姫をさらったりなんてしてません。シラを切る気か。お言葉ですが王様、チャップの言ってることは本当です。メローラ姫は一緒にはいませんでした。いや、どっかに隠してんじゃないのか。え、隠してないってば。それにもし俺がメローラ姫をさらったら、メローラ姫のことを眺めて胸のドキドキが止まらなくて、俺どうにかなっちゃいます。それもそうじゃな。あ、納得した。今ので納得した。チャップは犯人ではないようじゃ。それで納得されていいのかの。けど誤解が解けたみたいでよかったでごわす。じゃあ犯人は誰なんだよ。王様、大変です。王国メール投稿箱に脅迫状が届きました。なんと、どんな内容なのじゃ。姫の命が惜しくは王国の宝物庫にあるという竜の心臓ドラゴンハートを持ってこいと書かれております。場所はアボガド湿原にある古墳ピラフビークだそうです。分かったぞ。メローラ姫は人質ってこと。許せない。メローラの命には変えられぬ。渡すしかあるまい。どれほどの宝物なんだろうね、そのドラゴンハートっていうやつは。大臣よ、今すぐ宝物庫からドラゴンハートを取ってまいれ。はい、かしこまりました。ところで、ドラゴンハートって何かの。分かってねえよこの王様。分かってなかった、ドラゴンハート。はい、王様、ドラゴンハートをお持ちいたしました。俺ならできる。王様、俺がドラゴンハートを読みづらいな、ピラフピークに届けに行きます。完全完璧に勝てる。メローラ姫を助けてみせます。メローラ姫。だから報酬のメローラ姫の宙は1回と言わず2回3回と、結局それが目的かい。ではチャップ、ドラゴンフォアートを預けよう。あ、納得されてる。いいんだ、キスしても。あー、さっきはチャップのこと犯人だと疑っていたのにね。よく渡したな、あれ。また行かなきゃいけないの。クワバラ、チャップ一人でも行けるんじゃないかの。おいどん、チャップさんの力になりたいでごわす。ミララさん、一緒に来てほしいでごわす。じゃあ一緒に行くか。うん、うむ、チャップ一人では真犯人に襲われてしまうかもしれん。ここ前も来たような気がすんな。どこ行ったあいつ。ケイヤつけたで。一回だけじゃ我慢できないでしょ。さあ次行くか。魔教古墳ピラフビーク。おうでごわす。すげえ、なんか出てきそうだね。
せでごわせん。バビューンストーンを調べる調べるで、バビューンストーンってどこにあんねん。ペペロン、ミララ、まったく、年寄りをいたわらんかい。あれあれ、結局二人も来たんでごわすか。仕方なくよ、仕方なく。その人が犯人かな。ビネガーと喋ってたもんね。うん、ビンタロちゃんがメローラ姫を誘ったん、さらったんだ。ハンドルネームで呼ぶな。私の名前はビンさんとだ。ハンドルネーム、スナラインってアプリでのビンさんとの名前だよ。実はここに来るまでに迷子になっちゃってさ、ダメじゃんお前。何やってんのよ。メローラ姫を助けに来たんでしょ。メローラ姫経由でスナラインを交換して、ビン太郎ちゃんに道案内してもらったんだ。おい、仲良しだな。チャップ、ここに来た目的忘れてるんじゃないでしょうね。大丈夫、メローラ姫を助けに来たんだ。ああ、ドラゴンファートを渡したら約束通り姫は返してやる。やっぱ悪いやつじゃん。信じていいのか。俺のばあちゃんは言った、武士に二言はない、夏におでんはない。毎年コンビニにおでんが出ると冬を感じるもんじゃ。でごわせ。それは昔の話でごわす。最近脇から置いてあるでごわすよ。なんだと、なんだと、そんな早い時期から、そんなに驚くことかな。下手したら夏にも置いてありそうな気がするけどね、おでん。さあ、ドラゴンハートだ、こいつを受け取れ。あら、ブタコ飲んじゃった。何してんのよ。なんで飲んじゃったんだろう。そうだね、どうなっておるんじゃ。あ、逃げていった。あ、ブタコどこ行くんだよ。あいつ何やられるんだ。このままではまずい、急がないと手遅れになるぞ。手遅れってなんだろう。ブタコを探すの手伝って。もう行くしかないかな、ブタコ。あんなの食べたらお腹壊しちゃうよ。急いで探しに行こう。